ピクミンには様々な姿形をした多種多様なピクミンたちが登場します。赤、黄、青の基本のピクミンをはじめとし、ピクミン2では紫と白ピクミンが、ピクミン3では岩ピクミンと羽ピクミンが新たに仲間に加わり、さらにコッパチャッピーやキノコピクミンといった特殊なピクミンも存在したり、まさに様々な姿で我々と冒険し楽しませてくれているんですが、2023年7月21日についに発売となるピクミン4では新たに氷ピクミンという新種のピクミンが登場します。この先日の最新 PV にて発表された衝撃の新ピクミンなんですが、映像をよく観察してみると面白いことがたくさん分かってきたんです。ようこそゲーム生物図鑑ガイドのペイです。今回は氷ピクミンの詳細情報解禁前にいろいろ妄想考察し楽しもうっていう動画です。すでに公開されている情報と新 PV の映像をよく観察すると面白い可能性が湧き上がってきました。それにもちろんリスナーの皆さんのコメントにもたくさんの面白いヒントが隠されていたんで、そちらも参考にしつつ僕なりにまとめた情報をお届けいたしますんで、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速氷ピクミンの不思議な可能性の世界へ迫っていきましょう。まずは見た目の特徴から観察してみましょう。まさに氷を象徴としているピクミンで、色味は水色になっていますね。質感はカチカチで岩ピクミンのようなんですが、岩ピクミンのようにくびれがないわけではなく、顔と体の境目と思われる部分にしっかりくびれというか境界ができていますね。これは岩ピクミンとの見た目の差別化で最も意識された部分なんでしょうね。少し丸っこい体型も相まって、どちらかというと紫ピクミンを凍らせた感じが一番近そうです。ふざけて氷ピクミンの色味を岩っぽく変えてみたんですが、完全にそういう岩ピクミンにしか見えませんね。おそらくピクミン3の開発段階ではこのような岩ピクミンのデザイン案もあったと思うんで、10年の時を経て復活したデザインの可能性もありそうです。また葉っぱの部分は凍っていませんので、どういう構造か気になって仕方がありませんが、花の色は黄色のようです。ちなみに今までのピクミンシリーズでは赤、黄、青のピクミンが白い花、紫と白ピクミンがピンク色、岩と羽が紫色の花をしていましたが、ピクミン4に登場する新ピクミンの花は黄色なんですね。ロゴマークの4に配置されていたのも黄色い花でしたし、象徴的なカラーとなりそうです。これ今までは結構興奮する情報のはずなんですけど、ピクミンブルームをやっていると様々な花の色のピクミンが見れるんで、新鮮味が薄まってしまいましたね。さて続きましては新ピクミンの名前についてです。見た目通り氷ピクミンというんですが、ピクミン2までの色での名付けではなく、ピクミン4ではピクミン3同様に見た目から名付けられているようです。まあ水色ピクミンとか呼びにくいし、水ピクミンって呼ぶわけにもいかないんで、そうなるだろうなって感じなんですが、僕の過去動画の皆さんのコメントに面白いものがございまして、ピクミンたちを見た目で名付けるのはコッパイ星人だから、ピクミン4のこの主人公たちはコッパイ星人なのではないかといった内容だったんですが、これ面白いですよね。まあそこまで入り組んだことはしてこないとは思いますが、確かに新主人公たちの見た目はピクミン3のコッパイ星人たちに似ているんで、間違った考察ではないかもしれませんよ。さて続きましては氷ピクミンたちの性能の話をしていきましょう。新 PV でも確認できるように、氷ピクミンたちは投げつけた相手の原生生物たちを凍らせることができるようです。これは凶悪ですね。しかも凍った後の原生生物たちはコッパみじんになっています。ピクミンシリーズって新登場のピクミンの能力がバグってるんかっていうぐらい強いんで、今作の氷ピクミンも期待できそうです。この凍らせるという能力の発動方法なんですが、新 PV が公開された当初、2つの可能性が話題になっていました。まず1つ目が原生生物に氷ピクミンをぶつけると固まるパターン、2つ目が白ピクミンのように氷ピクミンを原生生物に食わせるパターンです。2つ目のパターンだったとしたら、能力発動には氷ピクミンの犠牲が必要だし、嫌だなと思って PV を見返していると、これ冷凍ゲージ出てますよね。おそらくこの原生生物の体力の周りにある青いサークルゲージ、この水色のゲージが満タンになってしまうと原生生物たちは凍ってしまうようです。ゲージ型の方法はピクミンをぶつけると増加し、氷ピクミンが食べられることによっても一気にゲージが増加するという仕組みです。早く凍らせるためには食べさせなきゃいけないけど、そんなことはさせたくないんで、ぶつけるのがメインになりそうですよね。
さて、相手を凍らせるという能力強すぎだろと思った方も多いでしょう。しかしゲームとしてのバランスもしっかり考えてあるのがピクミンシリーズ。なんと凍らせて破壊した原生生物は死体が残らないんで、ピクミンを増やす原料にはなりません。その代わり PV では大地のエキスを噴出しています。大地のエキスはピクミンたちの好物で、エキスを吸ったピクミンは一気に花ピクミンに成長します。氷ピクミンで倒した原生生物でピクミンを増やすことはできないけど、ピクミンを強化することはできるということです。これはうまくバランスが考えられていますね。攻略が氷ピクミン一辺倒にならない非常にいい調整だと思います。さて、 PV で判明した氷ピクミンの能力は何も原生生物たちを凍らせるだけではありません。なんと氷ピクミンを水面に投げつけると水面を凍らせることができてしまうんです。皆さんご存知と思いますが、ピクミンたちは水に弱く、耐性のある青ピクミン以外は水に浸かると溺れて死んでしまいます。しかし氷ピクミンは水に入っても溺れることはなく水面を凍らせてしまいました。これは驚きましたね。しかも氷の上は歩けるみたいなんで、今まで水の向こうには青ピクミンか空を飛んでいる羽ピクミンしか行けなかったんですが、氷ピクミンを使えば全種のピクミンが水の先へ進むことができるわけです。これはとんでもない時代が来たもんだ。ちなみに水面を凍らせている間、氷ピクミンたちは凍った水面に固定されるようです。ここもうまくバランスが取れているというか、凍らせている間は隊列からピクミンが減り、しかもそのまま忘れて放置していると日没でピクミンたちが死んでしまうんでしょうね。長所もあれば短所もあるのがピクミンの面白いところです。しかし一つ疑問があるんですが、氷ピクミンは全ての水面を凍らせることができるんでしょうか。だとしたらまたしても青ピクミンの仕事が減りそうですよね。ただでさえ水上移動できる羽ピクミンの登場で青ピクミンの出番は減っていたんですが、でも新 PV をよく見てみると凍らせている水面には氷の結晶のようなものが配置されているんです。もしかしてこの氷の結晶体が水中にある水面が凍らせることができるんでしょうか。だとしたらなんとか住み分けできそうですね。さて次は先ほど触れた氷結晶と氷ピクミンの可能性についてです。この氷結晶、実は水中だけではなく水上のステージにも配置されているんですよ。これが何を意味しているのか、ここからは完全に予測というか妄想考察なんですが、実は氷ピクミンってこの結晶を使って作り出すのではないかという説です。はい、結構ぶっ飛んだ説なんですが、これ結構面白くてですね、実は氷ピクミンは青ピクミンを氷結晶で凍らせた姿なのではないでしょうか。水に浸かっても大丈夫な姿や、赤と黄ピクミンは PV に出ているのに不思議に青ピクミンは登場していないとか、関係性はありそうな気がするんですよね。今まではオニオンやポンガ仕草がピクミンを生み出すまたは改変する装置でしたが、今回ピクミンをフュージョンすることができるのかもしれません。まあ水に浸かっているというより氷の浮力で水面にプカプカ浮いているように見えますし、青ピクミンは歴代作品でも最後に仲間になるんで、 PV のシーンではまだ登場していないだけかもしれませんが、現時点でこういう可能性を考えるのはとても楽しくワクワクしますよね。確かに青ピクミンは特別戦闘能力が高いわけではないし、黄ピクミンが高く飛べるように、他の特殊能力もなく水に強い一点張りの能力ですし、さらに水上移動できる羽ピクミンの追加で本当に役割が減ってきてしまっていたんで、フュージョンフォームを手に入れるのも納得なので、本編でどうなるか楽しみですね。さてさて、そんな面白い登場をしてくれるかもしれない氷ピクミンさんなんですが、いいところがあれば悪いところも用意されているのがゲームというもの。当然弱点も存在しているでしょう。例えば火にはめっぽう弱くて、あちちちちちってなる前にすぐに溶けて死んでしまうこともあるかもしれません。そんな想像はしたくはないんですが、バーサス氷ピクミン特化の原生生物は存在していると思うんですよ。例えばピクミン3に登場したビリーのように毛が生えている原生生物は凍らないとか、必ずその要素はあると思うんで、ということは逆に考えると凍らない新種の氷チャッピーとか出てくるかもしれませんね。まあチャッピーに関しては焼きチャッピーとかケチャッピーも凍らないような気はしますんで、その2種の復活もあるかもしれません。さていかがでしたでしょうか。新種の氷ピクミンの可能性について考えれば考えるほど楽しくて、いつもより長めの動画になってしまいました。皆さんの氷ピクミンについての考察や
僕の考察への感想などぜひコメントしていってくださいね。余談ですが、触れただけで相手を凍らせてバラバラにしてしまう氷ピクミンなんですが、オッチンはこんなに氷ピクミンを体に貼り付けて大丈夫なんですかね。オッチンこそピクミン4最強の生物なのかもしれません。このチャンネルではピクミンたちについては原生生物の面白おかしい生態紹介や考察などたくさん行っておりますんで、気に入ってくださった方はぜひ他の動画もご覧いただけますと嬉しいです。またチャンネル登録していただけると嬉しくてぶっ飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て。またね。